巨星、巨星、巨星、ジャイアントスターとは同じ表面温度を持つ主系列性よりも半径及び明るさが非常に大きい恒星のことである。典型的には巨星の半径は太陽の10倍から100倍、明るさは10倍から1000倍である。巨星より明るい恒星は超巨星や極超巨星と呼ばれる。高温で明るい主系列性も巨星と呼ばれることがあるが、 それを除けば、虚勢は、ヘルツシュプレングラスセルズ、HR 図上で、主系列母子、スペクトル分類における高度階級、V より髪型、大きく、明るいに存在し、その高度階級は E あるいは E に相当する。構成は、その中心部分で、各融合反応に使えるすべての水素を使い尽くした後に、主系列を離れ、虚勢となる。初期質量が、 太陽質量のおよそ0.25倍以下の構成は、虚勢には進化しない。そのような低質量の構成は、その一生のほとんどの期間において内部が対流で、かき混ぜられており、現在の宇宙年齢よりも、はるかに長い1兆年以上にわたって、元の核融合反応を続けることができる。しかし最終的には、構成中心部は、対流よりも放射でエネルギーを輸送するようになるため、 中心部では核融合の原料である水素を使い尽くし、中心核を取り巻く、核状の部分で水素の核融合反応が続く。0.16太陽質量よりも重い構成であれば、この段階で膨張を始めるが、それほど大きくはならない。その後、中心部への水素の供給は完全に絶たれ、その構成はヘリウム白色矮星となる。構成の質量が、 太陽質量の0.25倍よりも大きい場合、中心部での核融合に使われる水素を使い尽くした後には、中心部は収縮を始める。水素の核融合反応はヘリウムに富む、中心部の周囲を取り巻く殻のような部分で進み続け、その外側は膨張し温度は低下する。構成進化のこの段階は、HR 図上の準拠星と呼ばれるところにあたり、 構成の高度は一定のまま実行温度が低下する。最終的には構成は HR 図上を虚勢分子に沿って上り始める。この時構成は赤色虚勢と呼ばれる段階であり、表面温度はほぼ一定であるものの高度と半径が劇的に増加する。構成の中心部は収縮を続け、中心部の温度は上昇する。 主系列性段階でののの質質量量がおよそ対応質量以下の場合、中心部の温度はヘリウムの核融合反応に必要な温度には達しないと考えられている。したがって水素の核融合反応が起きている赤色巨星のまま進化し、その後白色矮星となる。構成がそれより重い場合には中心部の温度が1億度に達し、ヘリウムが 各融合反応を起こして炭素と酸素を作るトリプルアルファ反応が進行する。この反応によって生じる熱によって構成の中心核は膨張する。これにより水素の各融合反応が起きていた中心核の外側では圧力が下がりエネルギー生成効率が減少する。これによって構成の高度は減少するとともに構成の外側は収縮し HR 図上では 巨星分子を離れる。その後の進化は、恒星の質量に依存する。非常に大質量の星でなければ、HR 図上の水平分子へと移行する。もし恒星が太陽質量の8倍よりも軽ければ、中心部のヘリウムを使い尽くした後はその中心核の周囲でヘリウムの核融合反応が続く。この時再び恒星の高度は上昇し、全近巨星分子星となって、 HR 図上の全近巨星分子を登っていく。構成がその質量の大部分を放出した後、その中心部は炭素と酸素からなる白色外星となる。炭素の各融合反応が可能になるほど、重い星の場合、およそ太陽質量の8倍以上、その進化過程は大きく異なる。構成の高度は、主系列を離れた後も大きくは増加せず、色は赤くなる。 これらの星は赤色超巨星となるか、あるいは恒星風による質量の喪失によって青色超巨星となる。最終的にこれらの星は酸素とネオンからなる白色矮星になるか、あるいは重力崩壊型超新星を経て中性死星かブラックホールになる。よく知られた巨星には以下のものがある。展示で偉人の比喩としても用いられることがあり。 そういった人物の死亡を虚勢、つい、おつと表現することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。